はい、皆さんこんばんは。今日は、3月の18日、ボギーチャンネル、私、日本の心参議院第4支部、支部長のボギーテドボンです。いや、今日は夜9時ではなくてまだ7時からやっております。はい、なぜかと申しますと、もうそろそろ飛行機に乗らないといけないんですよね。私実は昨日今日東京の方におりまして、はい、先ほどとんでもないニュースも入ってきましたけど、まあそんな戦場のようなまた沖縄に、今日これから帰ることになります。本当は、ね、今日会った皆さんと靖国神社に行く予定だったんですけど、まあ、時間がなくてどうしようもなくて、まあ、今日空港の方に待機しておりますけど、すごいニュースが飛び込んできてますね。はい、この国の司法は一体どうなってるんだろうということでございます。まあ最近国会の方を見てもデタラメなことばっかりがまかり通っていっていまして、まあ、皆さんも非常にげんなりしてるかなと思うんですよね。だってそもそも国会の予算委員会であんなね、しょうもない100万円もらったもらわなかったっていう、そういう話を延々とやってるってのは、これはっきり言って政治の低レベル化、鼻正しいっていうふうに思ってます。国会議員がこんなことやっちゃいかんでしょうと。はい、まさにカエルの楽園そのまんまですね。まあ、そんな中でその100万円につきましても、私、はい、実際そうだ、こういうことなんだよっていう話を、ある人たち、ある方から直接お聞きしてきまして、ああそうなんだと非常に納得している状態でございまして、ただこれはちょっと口に出して言えませんので、しばらく、はい、チャックをしておこうと思っております。さて今日はまずこの方の話から言ってみたいと思います。トン、はい、この方は皆さんもご存知の通り、山城博司さん、沖縄平和運動センター議長で、まあ、皆さんの間ではクルサリンド山城さんといって有名な方でございます。まあ一人の時は結構まともでいい人なんですけど、集団になるとサリンド、クルサリンドっていう感じで、ヒロジですね。はい、なぜ今日この方の話を取り上げてるかというと、ちょっと皆さんにこれをお見せしたいんですよね。ドン、これは山城博司さんの収支報告書。まあ、その中で、まあ、こっちにちゃんと山城博司講演会というふうに書いてますよね。これ26年ですから、はい、今29年ですから3年前のやつなんですけど、はい、を FNF さん、そろそろまたキャスも始まるんですかね。はい、あ、そちらどうもありがとうございます。はい、コレキオさん、あの嬉しいですね。サンフェイスさん、突然の放送来ていただいてありがとうございます。まあ、その中でこのヒロジさんがどのぐらい収入があるのかというと、こんな感じ、すごいですね。はい、個人からの寄付とか、あと政治団体からの寄付、そういったのを合わせますと2980万円、すごいですね。はい、ぜひ皆さん、あの徳川探偵さんが、出してくれたあっちの方も 2つも一緒に見てて、いろいろ知らせていただきたいと思います。まあ、そういった中で非常にやっぱ驚くべきものはこれなんですよね。ドン、はい、これあの実は社会民主党全国連合、つまり社民党の党本部が1350万円、この山城博司に寄付をしている、寄付をした方の名前が非常に香ばしい、福島瑞穂ですね。それと上の方、これに負けず劣らず、結構巨額な寄付をしているのが社会民主党沖縄連合、社民党さんですね。社民党の沖縄県連、
社民党というと全国的な本当に小さな政党なんですけど、なぜかここではそうですね、トータルしますとこれも約1300万ですか、はい、寄付をしております。今国会で話題になっている、まあ、100万円、これ安倍晋三さんが上げたとか上げないとか話になってますけど、まあ、上げたって、もし上げたとしても学校に、ね、寄付をしたということで何の問題もないと思います。しかしこれはいわゆる国政政党、はい、国政政党が犯罪を犯してですよ、収監されているような方にこうしてお金を、言葉は悪いんですけど貢いでたっていうね、まあ、とんでもない話でございます。このように合計しますと、はい、2600万ぐらいのお金が渡ってるのに何にも問題にならない、非常に不思議なもんでございまして、ぜひこれも皆さんどんどん拡散をしていただきたいと思います。さて、昨日の那覇地検前、那覇地方裁判所前、こんな感じでたくさんの方々がたもろってましたね。はい、どう見ても、はい、若い人たちではちょっとないような感じでございまして、やはり逮捕されても生活に影響のない65から75、はい、これもそうですね。いやーすごいですね、ひろじさんを返してと、人権蹂躙許さないと、犯罪を起こして捕まった人間が収監された人権蹂躙で一般市民が車からメガホン突っ込まれてサリンドクルサリンド鍵開けれっていうのは人権侵害じゃないっていう不思議な人たち、はい、変な方々がにぎわっていますね。カータンさん、その通りでございます。いやー本当に、じゃそんな中にこういった方も見えられてましたね。トン、はい、我らが総統閣下、総統閣下でございます。いやー総統閣下も最近はまた沖縄にご就寝のようでございまして、本当にどんどん沖縄にこういった連中が入ってきていますね。あんまり褒められたもんではございません。そしてこういったのを見ますと、まさにね、発狂というかカルトというか、まあ、一般人の考えではちょっと理解ができない、もうこれ完全に個人崇拝じゃないですか。毛沢東のね、顔写真のプラカードを持って更新してるのと何にも変わらないんじゃないかと私は思ってしまいます。これ昨日の様子でございます。はい、そしてこの方も湧いておりました。トン、あ、ヒロジー出てきたんですか。皆さんぜひあっちの方も見ていただきたいですね、二重で見ていただきたいと思います。これ琉球独立おばさん、はい、琉球独立おばさんでございます。いやー、ヒロジーとうとう釈放ですね。いやー大変なことになりましたね。まあ、それについて昨日左翼の中ではこんな感じ、那覇地裁が異常な厳戒態勢、当然ですよね、あんな連中が集まってたら厳戒態勢になるのは当然でございます。そして昨日検察官から保釈許可決定に対する抗告と執行停止の申し立てがあった、執行停止が認められたということで、高裁の判断は明日以降ってなってた、今日のことですね。はい、今日のことでございます。はい、そして明日以降、これが今度どうなったかと言いますと、山城博さんの現状です。福岡高裁の那覇支部は今日中に判断をすると言ってますが、まだ判断は出ていません。どちらの判断かまだ分かりません。彼らもやっぱりちょっとどのような判断が出るか分からなかった、まあ、そんな中で先ほどトン、これです。山城博司議長5ヶ月ぶり保釈決定、福岡高裁が、地検抗告を退けるということで、いやー本当にニラオ君はこの前寄付がもうね、あの活動費が尽きかけてるからっていうことで寄付を呼びかけてましたけど、これでまた寄付が集まるんですかね。まあでもこれはね、勘違いしていかんのは無罪方面ではないんですよ。はい、あくまでも保釈、
はい、保釈金、いわゆる担保を取っての保釈であって、あの無罪方面ではないということで、まあ、ございまして、まあ、当然ながらいわゆる弁当持ちっていう形になりますね。これがまた何かやった場合には当然また檻の中に直行ということになりますんで、ある程度行動には制約がかかると思いますけど、やはり精神的支柱が戻ってきたっていうことは、沖さやの連中にとってはこんなにね、まあ、勇気づけられることはないかなと思ってます。で、今後の、まあ、私の予想なんですけど、まあ、沖縄の、いわゆる集まってる沖さや、そしてパヨクの皆さんに対する、山城博司の指導力っていうのは、まあ、弱まったとはいえ、やはり、ナンバーワンの指導者であることには変わりはありません。ただ極左暴力集団と呼ばれている一部の人たちの中には、この山城博司の指示に従わない人たちもやっぱりいます。そして私が思っているのは、今、共産系と社民党系で、溝ができつつあったこの沖縄の抗議活動にこの山城博司が戻ってくることによって、また、一つになる一体感が生まれてくるんじゃないかなと思っております。まあ、彼らの集団心理っていうのは怖いもんでございまして、数が増えれば増えるほどどん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 過激化していくんですよね。まあ、今回彼が指示を出していないっていうことになれば、はい、それが担保できれば、彼らはどんどんもっと激しい抗議活動を打って出てくる可能性があります。まあ、一昨日も辺野古の海で作業員に襲いかかっていますし、こんなことが今後恒常化する可能性がある。そしてせっかく逮捕してもこうしてやっぱりまた保釈されてしまう、はい、釈放されてしまうって悪しき前例がですね、現場の警察官そして検察官の間に蔓延した場合、まさに沖縄は、法治国家、法で治める国家ではなく、法治プレーの法治ですね、法治国家として、まあ、日本の本当に汚点になっていくんじゃないかというふうに私は考えております。まあ、昔尖閣諸島で中国漁船の船長が海保の船に体当たりをした、当然身柄を拘束されましたけど、修理代も払わない、ね、空港使用料も払わない、そして船も返してあげた上に、はい、英雄扱いで本人は帰っていったと。全くそれと同じような感じで、当時現場にはすごい失望感が広がった、まあ、それと同じようなことが今回起きてるんじゃないかというふうに、まあ、思っています。まあ、願わくば、この山城博司が今まで通りの指導力を発揮し、過激な抗議活動をある程度やっぱ抑えてくれることを願わざるを得ないというふうに私は考えておりますが、実際どうなんでしょうね。まあ、後でまた彼らの発狂しているの動画をまた見てみたいと思います。中佐の方がまたやってくれるんじゃないかと思います。さて、今日は私、あの実は、こういうところに行っておりました。トン、はい、中山京子先生が出るっていうことは、いわゆる、日本のこの党大会で私一番前に席をいただきまして、すぐそばでお話を聞いておりました。はい、すごい素晴らしい、この日本の未来を真剣に考える方々が次々に出てくる感じでございまして、これは中山京子先生のご主人の中山成明先生でございまして、はい、すごい、あの保守中の保守でございますね。まあ、ぶれない発言には定評のある方でございまして、そしてこの方は今あの日本の心を、はい、支えている方でございます。中野幹事長、すごい沖縄に関心を持っていただいております。沖縄は日本の
これは生命線だとはっきり言い切って、沖縄問題に今後も、一生懸命、取り組んでいくということを、はい、お話をされておりました。まあ、そういった並み居る先生方の中で私本当にもう恐縮する一方でございまして、でそしてこの方の劇にはもう本当に身が震えましたね。はい、あ、映ってない、はい、西村慎吾先生でございます。はい、西村慎吾先生、はい、の劇です。劇もう素晴らしいお話、胸の熱くなるようなお話で、沖縄に対する熱情を、まあ、とうとうとも語っていただいた時にはもう本当に体が震えましたね。まあ、本当にこのように沖縄を日本の防衛線の最前線だと思ってくれている人たちがいるということは、沖縄で頑張っている我々にとって非常に心強いものでございます。それを言葉だけではなく、やっぱり行動で示していただいているというのは非常にありがたいなと思っております。さて、私が今どこにいるかというと、皆さん大体ご存知かと思いますけど、はい、まあ分かってますよね、どこにいるかっていうのは。そろそろ、はい、搭乗手続きしないといけませんので、駐在させていただきますけど、今日はもうちょっと皆さんと放送するときにはもうちょっと空の上の可能性が非常に高いので、はい、今日はちょっと早まった、一足早い、ボギーチャンネルとなりました。また周りも人がいっぱいいるもんで、あまり、はい、自由奔放に言いたい放題できないのがちょっとたまに傷ではございますが、今日はぜひ皆さん裏チャンネルでヒロジーの釈放の様子を見てですね、ぜひ後でまた感想とかを聞かせていただきたいと思います。これが私沖縄の方に帰りまして、またいろいろ頑張ることがございます。今日来てた方々、はい、中丸先生とかいろんな方々には、井桁さんとか来てましたけど、テドコンさん帰るのって言われたら、私こう言った、戦場に戻りますと。はい、私はもう沖縄戦場だと思ってるんですよ。だから常に常在戦場、どこに行っても私はもう休息の時間はまだないと思ってます。はい、本当に一日もね、沖縄開けたくない気持ちがやっぱり強いんですよね。まあ、そういった中で、のんびりもすることなく、靖国神社に行こうと言われたことには心を惹かれましたが、今日でこれからすぐ帰ってまた沖縄でやるべきことをさせていただこうかなと思っております。こうして平和運動のリーダーが、保釈され、反対運動、いわゆる反社会的行動を取る人たちにとってはまさに、水を得た魚のような状態になってくる。今後、工事も進む、月が変われば尾長知事の、いわゆる岩礁破砕許可の、はい、停止によってまた国との裁判が始まる可能性もあります。まあ、このような一部の人たちの薄汚いイデオロギーを、ね、満足させるために裁判を起こして、結果的に、私たち沖縄県民が、百数十億の巨額な負債を背負い込む。そして尾長知事のケツを叩いてた人たちは誰一人責任を取らず、はい、そっぽを向く、そんなことがあってはならない。しかしそれは沖縄県民自らが選んだ道だと私は思ってますが、それはきちんとしたやっぱり情報が与えられていない結果なんですよね。今後私たちができる限りきちんとした情報を沖縄県民に提供することで、この沖縄県民の覚醒を図っていきたい。このまま沖縄日誌をはじめとするメディアによる沖縄県民の愚民化が進んでいくか、それとも我々のようなものがまさにゲリラ戦術で一人一人の沖縄県民の覚醒を呼び起こしていくか、私たちに持たされている武器はあまりにも少ない。武器も弾薬も食料も彼らと比較にならないぐらい非常にか細いものではございますが、ただ皆さんのような遠く日本本土から日の丸を背負って応援しに来てくれる人たちがたくさんいるということは、我々にとっては何よりもの、これは兵力であり
応援であると思ってます。ですから私はまた戻って明日から、この山城博司釈放後の、沖縄の動きに、目を光らせながら、現状把握に努めていきたいと思っております。はい、ということでもう皆さん本当に今日は、本当に皆さんになんかコメントもお返しできなくて本当にすいません。はい、また明日からまたいつものように面白い楽しく皆さんと会話しながら、日本の未来を語っていきたいと、思っております。本当に今日は急な放送で本当に申し訳ございませんが、久しぶりに9時からまたいろんな放送を見て、ちょっと楽しんでいただければなと思っております。ではこれから、フライトの方に行っていきたいと思います。また、沖縄から皆さんにお会いできることを楽しみにしています。ということで、今夜の、ボギーチャンネルここにて終了させていただきます。では皆さんまたお会いしましょう。ごきげんよう。